ではインタープレー展第3期のオープニングトークを始めます。まずは展覧会に関してですが、インタープレー展はこうアーツ十和田を10周年を記念して2020年より2年間3期に分けて開催している展覧会です。で、アーツ十和田は十和田の街に作品を点在させて街全体を美術館に見立てるプロジェクトになります。で、アーツ十和田のこう中心として美術館が建てられているんですけれども、アートを通じて人と人、人と街がこう出会う総合作用であるインタープレイの場で、で、その考え方や取り組みを形にした展覧会になります。で、第3期の今回青木さんとジュシーさんに来ていただいたんですけれども、今回はトークをお願いしたいと思います。で、最初に青木さんとミズシーさんの自己紹介をさせていただいた後に、ミズシーさんの作品についてご紹介いただきたいと思います。映像作家の水尻織子さんですが、1984年に青森県十和田市で生まれて、現在は東京拠点に活動をされています。で、体の一部やこう身近な物体をモチーフにして、鑑賞者の触感や痛覚を刺激して、まるでこう視覚で物を見て、もう目に触れているような感覚を呼び起こすアニメーション作品を制作されています。で、文化庁メディア芸術祭アニメーション部門では新人賞を受賞され、国内外での映像祭で上映されています。本出展作品の不安な体は第74回カンヌ国際映画祭監督週間に選出されています。では、このまま水尻さんにこれまでの活動や話をいただけますでしょうか。はい、水尻織子です。私は主に手書きの短編アニメーションを制作していて、私が作るアニメーションの特徴として、なんか一言で言うと感触的なアニメーションになるんですけども、体の一部とかよく目にするような身近なモチーフを使って、で、その形とか感触にフォーカスを当ててアニメーションにしています。で、短編アニメーションっていう形で今まで作品を作ってきていて、で、今回不安な体という短編作品をこのインタープレイ展で展示しているんですけども、この作品の前になんか3部作みたいな形で3作続けて作った作品があって、で、それをなんか経てちょっと今回の作品に行き着いたみたいなところがあるので、その3作もちょっと紹介しながら、どういうところを目指して作ったかっていうのをお話ししていければと思います。で、過去のその3作っていうのは一応共通したテーマで作っていて、その感覚とかその感触を連鎖させてていくみたいなテーマで作っていて、テーマというか、 なんか構成の仕方になるんですけども、感触的なアニメーションを作るときに、動き一つ一つの感触をこう表現して伝えることっていうのは一番重要なんですけども、それをなんかその全体として一本の映像作品としてどう成立させるかみたいなところもすごい課題、自分が制作する上で課題としてあって、感触的な動きをこう断片的なものを並べただけでもダメだし、あとはストーリーとか分かりやすいなんか構成、例えばなんか1個のものがあってそれがなんか増えていくとか、で、それがまた一つになるみたいな、そういうなんか単純な構成でもなく、やっぱその作品独自のなんか構成を考えるっていうことが、その作品の面白さにつながっていくんじゃないかなと思って制作しています。で、この布団っていう作品で、この感触を連鎖させていくみたいなやり方で作ったんですけど、それまではモチーフとしても足だけとか、お尻だけとか、なんかそういう本当にモチーフも単純、なんか一つだけとか二つだけとか、そういうものも多くて、でもこれでこの作品で結構いろんなモチーフ、布団からもう体のパーツもいろんなところを使って、でそれを
感覚的につなげていくみたいなやり方で作った作品です。でこれでなんか一つのなんかやり方を見つけられたなと思って、この作品の後も同じようなやり方で2作作りました。これは私ここ十和田の出身で、子供の頃雪遊びとかもしてて、でこの作品はなんかモチーフの一つとしてはなんか実家の裏にある田んぼに積もった雪景色みたいな風景をモチーフの一つにして、でそこから全然そことは関係なく自分が気になる動きとか感触っていうのをまたそのテーマである感触を連鎖させていくみたいなやり方でつなげていった作品ですね。鎌倉はなんか子供の頃に鎌倉作って遊んでて、なんかその中に入るとなんかもう真っ白な何もない無の世界みたいな、そういう不思議な感覚があったので、そういうものとかこれとかはなんか針に糸を通す感覚、まあ、それ自体一つ一つは関係ないけれども、なんか動きとしてつなげていくみたいなやり方で作った作品です。これもなんかこう子供の時になんか針で手の皮のとこだけにこうチクッと刺して糸を通すみたいな、そういうなんか体が覚えてる感覚みたいなのを思い出してこう表現していく。でアニメーションとして表現する時になんかこうその覚えてる感覚とアニメーションとして描いてる時にこう自然とデフォルメされていくというか、そういうところでなんかリアルとアニメーションとして特有のなんかデフォルメしたイメージが合わさっていくみたいな、そういうなんか自分もそのアニメーションとして制作するときにそういうなんか楽しさとかそういうなんか喜びがあったりします。なんかベース思いつきアイディアのもととしてはなんか3つの全然関係ない空間で起こりうるというか、なんかイメージできる動きを交わらせるみたいな、なんかお寿司屋さんとなんか狂言の舞台と、あとなんか眼科の診察室の中でなんかイメージする動きを感覚的に連鎖させてつなげていくみたいな、そういう思いつきで始めて作りました。でまあどの作品もその動きの一つ一つは関連性がないけども、そういう感覚感触を連鎖させることでつなげていくっていうやり方で作りました。でこの3作作ってみてなんか自分で感じたのが、結構こう慣れてきたというか、そういう結構つなげていくとなんか全体として物語性みたいなものがなんか見えるようになってきてるんじゃないかなと思って、なんか自分としては別に物語はないんですけども、なんかこう見てる人にとってはなんかちょっとどういう意味があるのかなとか、なんか背景にどういう含みがあるのかなっていう、そういうなんかイメージになってきてる気がして、なんかそれはあんまり自分にとってはいいことじゃなくて、この基本というかもともとはその感触的なものを共有したいというか、なんかそういうストーリーとかは別に伝えることはあまり興味がなくて、やっぱり感触にフォーカスを当ててそこに浸ってもらいたいっていうところがあったので、ちょっとその次の作品はちょっと方向を変えてより感覚に浸れる作品を作りたいと思って
いました。でそういう思いで今回不安な体という作品を制作しました。まあ、本当意識してたのは感覚感触にフォーカスしつつも全体として何か意味合いは含ませないような印象にしたいっていうのがあって、でも一本の作品として成立させたいみたいな、そういうところを目指して作って、でそれまではその動き感触のイメージがあって、それをなんかこうまあほぼ一本の線でつなげていく連鎖させていくみたいなやり方だったんですけど、今回はまあちょっと違って一つのイメージからなんか派生させていくみたいな、そういうそれでなんかこう全体としてのイメージをなんか歪ませていくみたいな、そういうあの心を意識して作りました。でその感触一つ一つ、まあ、例えばこういうテープを握った時の感覚、張り付く感覚とかっていうのは結構あの分かる感覚だと思うんですけど、でもこうなんか組み合わせとか展開的にこう思わぬ方向に行ったりして、それがなんか不安になって、その気持ちよさと不安がこう合わさっていくみたいな、それでどういう感覚になっていくんだろうっていう、まあ、それはなんか最終的にどうなるかっていうのは私もちょっとわからないまま作りながら考え、実験的な感覚で作ったんですけども、なのでその不安っていうなんか要素を入れてみようと思って、その今回モチーフとしてなんか物体だけじゃなくて、そのただの図形とかなんか線とか実際の空間には存在しないようななんか異なる性質のものを組み合わせることで、よりなんか異質な感覚とか不安感を入れられたのかなと思ってます。タイトルにもある不安っていうワードが出てきたのは、この今までも表現してきたこの体、この肉体ってもなんかどういう物質なんだろうって考えて、物質として考えた時になんかやっぱり常に違うことを感じていたい、で何かを感じるから不安になるし、不安だから何かをまた別のことを感じたくなるしっていう、そういう繰り返しでなんか安定することがないなんか不安な物体だなと思って、それでなんか不安っていうワードをキーワードにして作って、そういう感じることを繰り返して少しずつ変化していく体の感覚みたいなのをアニメーションとして表現しようと思って作った作品です。はい、以上です。はい、ありがとうございます。なんかこう肉体のにこう不安があるってことを感じるってことがもう健全な体であるというか、そういったことの裏返しっていう形で、そうですね、やっぱり、まあ、不安もなんか気持ちよさの一つというか、不安だから感じなんか何かを常に求めているから、感覚を求めているから不安になる、不安だから何かを感じる、その繰り返し、でもそれがその肉体としてなんか普通の状態だなみたいな、そういうイメージですね。ありがとうございます。ちょっとアニメーションに関する質問をさせていただきたいんですが、こう水井さんがこう過去にこう絵をずっと描かれていたけれど、こう絵を描くことがちょっと苦手で、だけどその中で何枚も何枚も描くことでそれをつなげてこうアニメーションが制作されたというお話をお聞きしたんですが、そのこう経緯というか、そう通してこうアニメーションで作品を表現しようとしたか。もともとそのアニメーションをやろうと思って勉強してたわけじゃなくて、卒業制作でお尻をずっと描いていて、でちょっとそれは自分の名字
が水尻っていう尻が入ってるので、そこからちょっと発想して、とりあえずなんかお尻をいっぱい描いてたんですけど、まあ、それを作品として昇華させるときに、まあ、アニメーションにたまたましてみたっていうところなんですけど、でもそれがまあ、自分にはまったというか、もう何枚も自分の絵自体には自信がないというか画力がないっていうのはちょっとコンプレックスとしてあるんですけども、でも何枚も積み重ねて描くことによって、なんかそこをカバーして動きとしてまた新たな表現ができるっていうのと、あとその線を描いてる作業自体が好きというか、なんかその描いてるとその線と線の間を 線で埋めるみたいな、そういう作業になってきて、それがなんかこう没頭できるみたいな、その感覚が好きでもあります。はい、ありがとうございます。なんかこうアニメーションで、あとは触感をこう追求する理由というか、こう映像ってこう触感がすごく伝わりにくい部分でもあると思うんですが、だけれどもこう映像で触感を表現していることでしたり、で特にその映像作品を見た時に、水尻さんの作品にはその登場人物のこう表情とか、あの人間の顔っていうのが出てこないと思うんですけれども、なんかこう映像を見るとその表情とかにこう感情移入して、その作品にこう没頭していくようなイメージがあるので、あえてその表情を入れないとか人物の顔を入れないっていうのはどういったこう理由があります？やっぱ人物の顔を入れると、やっぱ表情って感情が出てくるものなので、その感情っていうのは私の作品にはなんかいらないものというか、やっぱそこをが感じ取れると、その自分が一番表現したいっていう感触の部分がちょっと感触の部分と、あと感情の部分っていうのが合わさってしまうので、できれば感触だけにフォーカスしたいので、いらないものは避けとくみたいな感覚で、やっぱその人の表情とかっていうのはあんまり描かないようにしてます。こう今回その不安な体で感触の中で柔らかさだけではなくて、まあ、本田由香さんの音もあるんですけど、こう本田由香さんの音色がちょっと痛さのある冷たい温度を感じる気がしたんですけど、なのでなんかより柔らかさよりも痛覚っていうのが今回不安の体ではこう強く感じる気がしていて、こう水尻さんの方から本田由香さんにどのようにこう作品の音をお願いしていますか？そんなにリクエストしてなくて、なんかお任せっていうスタイルで作ってもらったんですけど、やっぱその今回より感触にフォーカスしたいっていうのは伝えてたので、でその多分動きを、出来上がったアニメーションの動きを本田さんが見ながら、その一つ一つに合わせてというか、それを本田さんの中でなんか変換させて、でもそれもそのままのイメージの音というよりは、なんかそこにもまたなんか違和感が生まれるような、そういう音作りをしたというふうにおっしゃっていたので、そこでもなんかその音とアニメーションの間にもなんか歪みみたいなのが生まれて、よりその感触的なことに没頭できるアニメーションに なれたんじゃないかなと思います。なんか最初の時はこう動きと音がやっぱ連動しているように感じていたんですが、だんだんずれていくので、なんかこうあれこれはどういうことなんだろうって、なんかちょっとそこも不思議となったり、でもよりその触感というか視覚で見ているものによりこうフォーカスされるイメージがありました。なんか今回その最初に水尻さんの作品を見たのがパソコンの画面だったので、なんかその時には気づかなかった点としては、なんか展示空間で大きくこう映像で映った時にこう物体の色彩がなんかワントーンではないんだというのに気づいて、なんかこう展示室に入った時にその物体の一番光が当たるところの上の部分が白くなっていて、そこからこうグラデーションが淡い濃淡で選ばれていることで、なんかパソコンで見ていた時よりも展示室で作品を見た時により触感っていうのを感じるイメージがあります。
そういったちょっと本当に淡いグラデーションでそこの部分を表現されている、うん、まあ、でも基本的にそのあんまり強い色は使わないようにしてて、一番見せたいそのアニメーションの動きが線で表現されているので、そこを見せるためにあんまりあの強い面の色は強くしないようにしてて、でもまあもうちょっとこう立体的なあの感じも出したいと思って微妙にグラデーションをかけてるので、はい、後ほどちょっと青木さんと3人でこの2人の作品の共通点についてお話しできればと思います。ありがとうございました。では漆彫刻家の青木千恵さんのご紹介からさせていただきます。1981年岐阜県生まれで、現在は石川県を拠点に活動をされています。で、金沢美術工芸大学の講師を務められていて、漆の持つこう深い艶から創造への意欲をかきたてられ、人間の存在をテーマに作品を制作されています。主な展覧会に2014年に静岡市美術館での人の形彫刻展、2017年にミネアポリス美術館にてハードボディーズコンテンポラリージャパニーズラッカースカルプチャーの展覧会を行うなど、国内外での展覧会に多数参加されています、はい、ではこのまま青木さんの今回の展覧会の作品と今までの活動についてお話をお願いいたします。青木千恵と申します。よろしくお願いします。出品している作品の解説と、それができるまでの経緯をお話してくださいということでしたので、今回展示させていただいている作品3点と、これまでに制作した作品を紹介しながら、どんなことを考えながらこういう作品を作っているのかっていうのをお話しできればと思います。で、タイトル、このスライド準備するにあたってタイトルつけようと思ったんですけど、この他者と境界が溶け合う時っていうのは、三留さんがカタログの文章に書いてくださったもので、それがすごく自分の作品にしっくりきたので、今回はこれをつけました。で、今回インタープレイ展では三留さんと相談して、どの作品を展示したらいいかなっていうのを相談しながら決めさせていただきました。で、まずこのボディ 18-2 ですけれども、この作品は2018年に制作したものなんですが、もともとは17年前の学部の卒業制作として制作されたボディ内と外という作品が元になっています。で、それがこの作品です。で、大学の時に漆と出会って、そこで2年間漆を学んで、その集大成として臨んだのがこの卒業制作です。で、当時は制作し終わった後もそれが何なのかっていうことは自分ではよく分かっていなくて、最初は左にこちらにあるようなスケッチが先に出てきたというか、形が先に頭に浮かんできて、で、2人の人間がこの漆黒の塊の中でつながってしまったら面白いなっていうふうに、本当そのぐらいのことしか考えてなくて、ただその何気なく描いたこのスケッチだったんですけれども、それをどうしてもこう具現化したいというか、自分の前に物体として、具現化したいっていう思いが強かったっていうことは覚えています。で、2005年にこの作品が完成して、3、4年ぐらい経った後に、ようやく、こういうことだったのかなっていうのを言語化してみようと思って、書いたのが他者とつながる安らぎと苦しさという言葉です。もう少し言葉にすると、こう皮膚という隔たりをなくして特定の他者とつながりたいっていう願いだったりとか、あと固く覆われた殻の中で苦しみながらも安らぎを得ているとか、あとは他者と同化することで得られる同一な視点による相互融解の姿という言葉で表せるかなと思います。
相互誘拐っていう言葉は当時自分で作った造語なんですけれども、単なるこう相互に理解し合うっていうことだけではなくて、こう2つが溶け合ってつながってこう融合してしまうっていう、そこまで行ってしまう、まあ、相互誘拐の姿っていうものを表しているのかなというふうに思いました。で、今回このスライドを準備するのにあたって、まあ、当時どんなことを考えたかっていうのを一回振り返ってみたんですけれども、学生時代あの文句の合集とかを、まあ、図書館で見ていて、まあ、理由はそれも分からなかったんですが、まあ、いつもすごく感覚的に入っていくところがあるので、まあ、でもすごくこの絵に惹かれているところがあって、これは左側は接吻っていう絵なんですけれども、まあ、見て分かるように男女が口づけを交わしているんですけれども、その2人の人間の顔の部分が溶け合って一体化しているというのと、あと右側の魅惑という作品は、まあ、不穏なあの景色の中で男と女が見つめ合いながら、まあ、女性の髪の毛をよく見ると男性の首のあたりまで巻き込んでいるようにこうまとわりついているという絵なんですけれども、これを見た時に2人にしか共有しえない空間とか時間とかがあって、こう他者っていうものは決して関与することができない、まあ、絆のようなものがあるなということを感じて、でその後、まあ、ムンクに少し興味を持って調べてみると、まあ、ムンクっていうのは青春時代に結構挫折を味わったりだとか、あと肉親の死を通してこう生と死の深淵を除いた自己の精神的体験とかに基づいて愛とか死とかあと不安といった人間のその奥底にこう潜む感情みたいなものを表出したっていうことを言われていて、まあ、そこには不安定な人間関係っていうものが根ざすものがあったというふうに言われていて、まあ、よりムンクの個人的な感情を表現したものであったということを知って、また少しこの見方が変わって、つまりその深い愛情とか絆で結ばれることによるこう安心感とは裏腹に苦しみとか痛みとかそういうものも表裏一体となって存在しているということも表しているように思えてきました。で、自分も何を作ろうかって考えた時に、まあ、そういうなんかこう切ないけど愛おしいとかこう悲しいけど美しいってい こう人間の感情だけじゃないんですけど、人間の差がのようなこう人間の一番生々しい部分というか、こう少し感情がむき出しになったような作品が作りたいなというふうに思っていました。これが今回初めてこう並べてみたんですけど、見比べてみて結構気づいてなかったんですけど、割と塊の形も違うし、背中とか背骨とかあとお尻もだいぶ強調するように変化してるんだなと改めて自分で見て思いました。まあ、ただ考えてる内容っていうのはさっき言ったような感じで変わってないかなと思います。で、制作の面で言うと、まあ自分の制作は結構その一度この形を作って、まあ、数年経ってもう一回形のなんかその時作ったものが消化しきれなかった部分が残ることがあって、そこをもう少しこうしたかったなとか、この方法だとちょっとうまくいかないなっていう思いが残ったりするので、それをいずれ数年後にもう一度作り直したりっていうことは今まで繰り返してます。で、今回の十和田の展覧会でこういう、まあ、自分の一番最初の形初期の形にこう日の目を当てていただける機会を得たっていうことは自分的にはすごく感慨深いなというふうに思ってます。
この作品を見た時に、その2005年の時にはなんか足の形だったりこの融合しているところがものすごく一体感があって、2018年の今回展示している作品はやっぱりこう足に力が入っているのとか、他者同士の向き合いっていうのをすごく感じる気がしていて、なのでそのムンクの作品みたいに男女の他者っていうものがこうぶつかり合ってこう融合されてるっていうのが、なんかより2018年の方がなんか強く感じるなという気がしました。私も、まあ、この時はやっぱあのスケッチを具現化するっていうことに、まあ、力を多分入れていて、まあ、それからそのこの間に何体か作品を作っていく中でもう少しこう身体もの方もなんていうか目に入るようにしたいっていう多分意識が強くなったのがちょっと変化したのかなっていうふうに思います。はい、じゃ続いて、ボディ17の1についてです。こう超越した消化というふうに書きました。でこの作品は私の作品の中では結構珍しい作品でして、私の作品のほとんどは猫背でうつむいてたりとか結構ネガティブな印象が強いんですけれども、これのこの作品に関しては上に立ち上がってこうなんか少し自分をこう解放しているようなところがあって、イメージとしてはちょっと壮大なんですけど宇宙にこう自分がつながっていくようなそういうイメージがありました。で私の作品は乾漆技法っていう奈良時代に仏像を作る技法として使われてた伝統技法を使っているので、まあ、その特徴が一番に軽いということがあるので、まあ、その軽さっていうものを生かしたいなということも考えていて、まあ、吊るしたらどうだろうかっていうことを思いつきました。でつま先を床から少し離すことによって、まあ、浮遊感のようなものを持たせて、まあ、見る人がこう最初にその作品を見た時に少しこうハッとするような仕掛けを作りたいなというのは意識的にやっています。で足の部分についてこれも結構質問を受けることは、まあ、男性ですか女性ですかっていう質問はがたくさんいただくんですけれども、作っている本人としてはあんまり男性女性っていう意識は持っていなくて、まあ、むしろ人間の足っていうふうに捉えて作っているところがあります。でこの時の作品に関しては、まあ、流れ的にしなやかな足であってほしいなと思ったんですけれども、ただ女性のその華奢な印象っていうのはあまり与えたくなくて、まあ、力強く伸びているような少し筋肉を盛らせてちょっと緊張感を持ったようなそういう足を作りたいなというふうに思いながら作りました。でこの作品の形状も過去には何体か制作していて、先ほど甲を超越した消化というふうに書いたんですけれども、きっかけは私が住む金沢の神社の中で展示をするという展覧会があって、まあ、そこで参加した時にこの神社の拝殿を選びまして、すごく厳かな空間の中で、まあ、どういうふうに展示するかって考えてこうついに2体が天井から吊り下げられるようなものにしてみようというふうに考えました。で神社っていうのは、まあ、人々が結構その展示期間中も展示があると思って来られた方以外にも普通に毎日手を合わせに来られる方がいたので、まあ、神社っていう場所は人々がこう神に祈りを捧げる場所であって、こう神社に訪れた人々の願いを漆黒の塊がこう吸収してそれをこう天に届けていくようなイメージがこう浮かんできて、こう縦に伸びた部分っていうのがこう人間とこう天、まあ、宇宙とかその外の世界をつなぐ役割をしている、まあ、なんかパイプみたいなそういう役割をしているなっていうふうに見えてきて、パイプってもともとその、まあ、二者相互の関係相互をこう意思疎通の役割をこう、まあ、矢印で書くとこう
循環しているようなイメージがあるんですけれども、そういうのを果たす役割があるのかなというふうなことを、まあ、展示してみて感じました。で、こう公としての人間が外界とつながってこう行き来してこう作用し合っているような作品になればいいなというふうに思いました。で、続いて最後に、ボディ21-3です。で、この作品は今回お話をいただいて、まあ、空間を見て、まあ、この形にしようというふうで新しく制作した作品です。で、この作品に関しては、作っている途中に、孤独の身体っていう言葉が、まあ、頭に浮かんできて、すごく物悲しい雰囲気でうなだれている人間の姿なんですけれども、でもどこか愛おしくて尊い存在に見えるというか、三留さんがカタログの中ですごくうまく書いてくださったんですけれども、自分自身を知るためにも他者と自分を対峙するためにも自分と向き合う、そして他者と分かり合うことが完全に不可能と分かりつつも、それでも関係を取ろうとする葛藤のようにも見えてくるというふうに言葉で表現していただいたんですけれども、私もこう人のというか、まあ自分の内面っていうものを他者と 100% 共有することっていうのはできないと思っていて、やっぱり一人一人人間の中には孤独を抱えているっていうことを思うので、まあ、そういう複雑な人間の感情とか葛藤とかいろいろなものを抱えながら生きているっていう、そういう人間の姿を表したいなというふうに思って、それを表現しています。で、この作品も前身になった作品があって、私の作品の特徴っていうのは、漆黒のその、ミステリアスな漆黒の部分と普遍的な身体っていうものが一つにこう融合してしまっているところだと思うんですけれども、なぜこうした形態が生まれたかっていうと、やっぱりきっかけは漆っていうものと出会ったことで、その艶上げされた真っ黒なその、つかめるようでつかめないような不思議な得体の知れなさっていうものが私のこうところにインスピレーションを与えてくれたっていうふうに思っています。まあ、漆がその放つ得体の知れない独特の艶っていうものと、こう私の中にある得体の知れない何かっていうものがこう初めて見た時に共鳴して、まあ、その漆の艶を彫刻の表面に用いれば私の中にある何かが表現できるんじゃないかっていうのを考えました。で、この時の形は単純に本当に自分が漆黒のその闇の中にこう強い引力で吸い込まれて飲み込まれていってしまっている姿っていう、そのものをそのまま具現化したっていう作品です。今のものと比べると結構塊の部分が頭がまだなかったり、ちょっとボーンとしたただ黒い塊の中に潜り込んでいるっていう印象が強いかなと、改めて自分で見るとそう思います。で、もう一つは自分を守るシェルターって書いたんですけど、その美しさゆえにこう飲み込まれてしまうんだけれども、一方でこう外界から自分を守るシェルターとして自分を守ってくれるようにも思えてきて、こうその漆の艶が周りを跳ね返して近づけないような、そんなような見方もできるかなというふうに思います。で、まあ、固く覆われた殻の中から、まあ、現実世界から非現実世界にこう飛び込んで逃げ込んでいるようにも見えるんですけれども、一方で自己と対話しながら、まあ、自分に向き合っているっていうふうにも考えています。まあ、そういう人間のなんか尊厳のような、そういうものの美しさっていうものを表現したいかったのかなと思います。じゃあここからは少し制作の方法について説明していこうと思います。で、
前に説明した鑑出技法っていうものが少し理解していただけるかなと思います。で、私は作るっていうこととあと手で作るっていうことにかなりやっぱりこだわりを持っていて、まあ、今の時代は本当に何でも機械でできてしまう時代で、まあ、私の形もきっとあの 3D プリンターとかを導入すればすぐできてしまうかもしれないんですけれども、まあ、そういうデジタル社会の中で、まあ、本当に毎日こう地味な作業を繰り返して思うのはちょっと時代錯誤なのかなと思いながらも、ただやっぱりこの手で作ることとか手で何かを生み出すっていうことがやめられないというか、自分の頭の中に描いたものをこう文字通り手探りで探って手の感覚を頼りにこう自分の目の前に存在させていくっていうことがやっぱり自分自身を満たしてくれることで、それはやこの2年のコロナ禍になってよりそういう気持ちが強くなったなっていうのは実感しています。ちょっと前置きが長くなったんですけれども、簡単に説明しますと、原型の部分は発泡スチロールを使ってまして、通常 の発泡スチロールよりはもう少し固めの粒がこう圧縮率が高いので、あの彫刻的にも向いている造形もしやすい発泡スチロールを使ってます。で、最初は一番最初はスケッチを描いて、まあ、このスケッチをチッて決めたら、それを今度まあ粘土模型で、一回3次元に起こしてみて、まあ、いろんな角度から見てこれはいけそうだなと思ったら、まあ、それを拡大する形で発泡スチロールに移していきます。で、最初は粗取りをして、で真ん中の写真は、まあ、足の指とか細かい部分っていうのはすごく大事にしているので、真ん中にある足は自分の足をちょっと石膏取りして、まあ、その足を見ながら本当にデッサンするような感じで写していきます。この時ちょっと意識しているのはリアルサイズは大事にしているんですけれども、あまり本当にそのサイズにするとちょっとこじんまりしてしまうなっていう思いがあるので、若干大きめに作るようにしてます。で、道具とかも、まあ、自分でほとんどカッターナイフを駆使することが多くて、カッターとヤスリを使って削り出していきます。で、右側の作品とかは、まあ、一回こう足だけで見ないと、一番形作ってて難しいのがその抽象的な形と具象の間の部分っていうのがいつもこう難しくて、どっちに寄せるかのせめぎ合いをずっとしているので、足が作れなくなっちゃう時があって、その時は一回その塊を外して足だけで見て大丈夫かどうかっていうのを確認したりしている写真です。この後その布とかこうどんどん分厚くなってくることもあるので、よりこうデフォルメ的に細いとか細くしたりとか、はい、あの鑑出の特徴としてその上に布を貼っていくので、どうしてもそのエッジがある部分っていうのは甘くなっていくので、まあ、そういうことを、少し計算しながら、へこんだ部分をちょっと極端にへこまして作っておくとかっていうのは意識してます。ただその布着せで甘くなるっていうことも自分にはすごくちょうど良かったなと思ってて、なんかこう膜に覆われているようなそういう雰囲気っていうのもこの鑑出のおかげで出せてるかなと思います。で、形が完成したら、これはちょっと目止めっていうんですけど、発泡スチロールの粉がどうしても付着していると漆との食いつきが悪くなってしまうので、まあ、一度、まあ、この時はボンドを使うんですけれども、ボンドとまあ土の粉を練ったパテのようなものを一層塗りまして、その後から漆の作業に真ん中の写真は入ってきます。で、これは今布を着せているところで、麻布を全面に、今度はのり漆といって漆とのりを混ぜたものを貼っていきます。で、貼っていきます。で、布を、まあ、大体私の場合は5枚ぐらい着せて、まあ、足の部分に関してはもう少し枚数を減らして
ちょっと調整しながら、貼っていきます。そうするとだいぶカチカチになって表面の仕事がしやすくなる状態にまでなります。で、布が終わった後は右上の、下地といわれる工程で、今度は土の粉を練ったものに漆を混ぜて、でそれで少しずつ、あんまり厚く塗ると生んでしまうので、薄い層を何層も何層も重ねて、で漆で大事なのがただ重ねていくだけだとベコベコしてしまうので、一層重ねたら必ず研ぎといって、砥石を当てて平滑な面を作ってまた塗ってっていう繰り返しをします。で右下の写真は一番やっぱり目よりも手のひらの感覚っていうのが一番正しいというか頼りになって、いつもこの手のひらで、本当に滑らかな曲面ができているかっていうのを確認して、それをもうひたすら繰り返しているっていう工程です。なんかこう削ってる時に最後の段階でこうつるっとするんではなくて、もう塗ること段階でかなりそのような状態にしないと今の作品のように表面のように映るっていうことがない、はい、極端に言うともう発泡スチロールの段階で本当に綺麗かどうかっていうのをこうあえて暗い部屋に置いて、薄明かりの下でこう回転させて変なエコっていうで出っ張りがないかとか、一番下の作業が必ず上に影響してきてしまうので、そのデリケートな作業をちょっと繰り返す必要があります、はい。で下地がつけ終わったら今度は、塗りですね、漆を最後に塗っていく作業があるので、その前に、さらに研ぎを詰めていくというか、だんだんキメを表面のキメを整えていくっていうと分かりやすいかなと思うんですけれども、作業工程こんな感じで、はい、やってます。で爪の部分とか足はその塊と対比させたいって思ってるので、なるべく足に関してはリアリティというかリアルを求めているところがあるので、爪の部分っていうのは布着せするとどうしても埋まってなくなってしまうんですけれども、その後ちょっとこう漆の粘土みたいなものを自分で作って爪をわざと造形して、塗りを重ねても爪の存在が分かるようにその辺を調整しているところです。そうですね、真ん中も本当ヘッドライト当てて細かいところまでそのへこみがないかっていうのを常にチェックしながら、もうほぼ9割8割ぐらいは研ぎの作業をしてるっていう地味な作業ですね。塗りは結構早く終わるけど、はい、そうですね、塗り自体は数時間で終わるんですけれども、研ぎは本当1日では終わらなくて3日間かけて一通り全部研ぐっていうことをします。で一番右は、まだ1回か2回塗って研いだところなんで、このまだら模様が出てるんですけれども、最終的にこのまだら模様がなくなるまで塗りを重ねていきます。例えばこのまだら模様を見せたいときは、そうですね、1個上から吊り下げている作品はあえてこのまだら模様がなんかこう上に立ち上るイメージと合っていたので残そうと思ってまだら模様にした上に、今度隙がかかった漆っていうのがあるんですけれども、透明度の高い漆を上にあえて塗ってフィニッシュさせてるんで、そういう途中の段階も活かせたらいいかなっていう時はあります。今回の作品はこう種の色がにじみ出るように、多分この模様が現れてると。でこれは塗りの作業です。で漆の特徴はちょっと塗料の中では変わってるんですけれども、湿度がないと漆って乾かないので、私の場合はこう農業用のビニールハウスのビニールを家の中に立てて、ほこりを防止するっていう意味もあるんですけれども、湿度を保つっていう意味もあって、
その中で塗りをして、全面塗ったら、風呂の中を示して、まあ、大体6時間から8時間ほどかけて一度乾かすっていうことをします。で、真ん中が黒ろいろといって、まあ、漆の黒い色をしたものです、はい、でゴミとかを嫌うので、ああやって何をしてるかというと、腰紙を使って一度、まあ、2度ぐらい塗る前に必ず漆をこしてゴミを取り除いて使います。真ん中の下は、炭研ぎといって、最初の方は砥石を使って研ぐんですけれども、だんだん表面のキメを細かくしていきたいので、まあ、炭を使って研ぎます。でどんどんその研ぐ大きさも小さく小さくしていって、まあ、その漆を一層塗った面を破らないように、本当に緊張する作業なんですけれどもやっていきます。右側は特に意味はないんですけど、まあ、塗った時の足の様子です。大体すべてで何工程ぐらい、多分細かく分けると30工程ぐらい繰り返して1個できるかなという感じです。はい、じゃあこの制作の話ですかね、ありがとうございます。なんか最後にちょっと質問したかったのが、うん、その最初に十和田にこうリサーチしに来ていただいた時に、うんうん、美術館のこう展示室を見られて、うん、どういう作品を構成するかっていうのを考えられた時に、うん、その美術館の展示室をどう捉えていらっしゃって、うん、こう作品を配置しようと思ったかお聞きしたいです。そうですね、まずホワイトキューブがであるっていうことで、私の作品は黒いので、そのコントラストが必ず生まれるなっていうのと、あとそのここですって教えていただいた展示室がその長い廊下からつながって入り口があるっていうのと、一方もう一個入り口がこっちからも見えますっていうことを教えていただいたんで、まあ、その入り口をこうなんか額縁のように捉えて、私は作品見る人の第一インパクトというか印象っていうのは大事だと思っているので、こう見た瞬間にどう捉えられるかというか、そのインパクトが大事だと思っているので、長い廊下を歩いてきて奥に作品がこう縦にあるとか、あと反対側からの入り口では、まあ枠の中の左側にこう黒い物体が垂れ下がっている、でそれがあまり低い視点ではなくて少し高めの視点で、その枠の中で良いバランスであるといいなっていうのを意識して、なのでその一つの枠の中に二つが見えるっていうよりも、まずはこの作品をとの出会いを大事にするみたいな、そういうことを意識して、まあ、選ばせていただいて、はい、配置しました。なんか企画展示室から廊下はまず1点の、うん、昇華の作品が来て、うん、で常設からも作品が見えたりするので、うん、ぜひなんか展示室をこう巡りながら、うん、いろんな角度で見ていただければ、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっとお二人になりましたので、最後にちょっとお聞きしたかったこととしては、今回その展覧会で2人の作品をご覧になったと思うんですけど、その時見た時の印象とか感想をお聞かせいただけますか。青木さんの作品は見た時に、なんか本当に不思議な質感というか印象で、なんかすごい大きいし黒いし、なんか物々しい雰囲気もあるけど、不思議となんか軽さも重苦しくないというか、軽さというか、なんかあんまり負のイメージがなくて、そこが心地よくもあり不思議でもありっていう、本当にそのドンって目の前にあるだけでなんかいろんな感覚にさせてくれる作品だなと思って、でそのモチーフというか、その共通な共通に感じるものがあって、やっぱり
なんか下半身をモチーフに使ってるっていうところが共通してあったりとか、あとはなんかその、曲線とか質感もなんか気持ちいいなと思って、でもなんか違う、全然違うなっていうのは、そのなんか内面を意識されて感情とかそういうところを意識されて作ってるっていうのは、そこはなんか違うところで、なんか私はなんかこうその感触だけ、その結構その浅いところにいるのが心地よくて、そこを突き詰めたいっていうのがあって作ってるので、なんかその 内面まで潜り込むなんか勇気がないというか、なんか自分でそこまでいったらなんか自分で抱えきれないんじゃないかなみたいな、そういうなんか内面を探ってこう潜り込んでいくみたいな感覚で作っていくと、なんかどうなっていきますか自分が。そう、あんまり重苦しくないって言っていただけたのは、なんか分かんないけど嬉しいのもあって、ね、そのなんかそうですね、いつも内面を探るんで、苦しい部分もあって、うん、それをそのまんま作品にしてて、うん、だから楽になるっていう、楽になるんですね、うん、すっきりするっていう、そのなんかやっぱり作ってないと多分生きてない吐き出すみたいな感じですか。そうそう、みんな見てだと変だけど、なんかそうそう、こう自分のそのモヤモヤとかってなってるそのまんまを形に外に出して、うん、でもそれ、まあ、自分のためでもあるけど、うん、見る人でもしかして共感できて、うん、もしかして誰か救えるというか、うん、救われるかもしれない、うん、っていうふうに思います。なんかその内面を吐き出したものがどんどん作品として溜まっていくわけじゃないですか、うん、それをこう見た時にどういう感じですか。なんか、うん、まあ、今発表にもしたように、あんまり作ってる時は自分の作品ってなんでこんなんなんだろうとは思ってなくて、うん、客観的にこうある時って、まあ、こういう機会で展示した時に、あ、こう見えるなとか、うん、ユーモアとは違うんですけど、こんなに落ち込んでるよみたいな、ちょっとこうちょっと面白がっちゃってるとこもあるのかな。なんかよくわかんないけど、うん、ちょっと可愛いなみたいな、うん、愛しさは感じますね、やっぱり、うん、なんか人間臭さみたいなところもあるかもしれない、うん、なんかただ辛いとかただ暗いとかっていうところを求めてはないかもしれない、うんうん、21-3 のこう座っている作品とかもこう前のめりにこううずくまっているように見えるんですけど、なんかそれをイメージで作られて、なんか自分自身と向き合うために作られてるっておっしゃってはいたけど、なんかそれがちょっとこう起き上がってくるようにも見える、だからなんか人がこう青木さん的には自分自身と向き合うためって作られているのが、鑑賞者にとってはなんかそこからこうグッと身体が起き上がってくるように見えたりしてくるなと思っていて、なんか最近作ってる作品はより、うん、よりなんか頭というか頭部が出てきたんで、なんかちょっと前向きになろうとしてるのかなみたいな体の線が出てくることでより、うん、そうですね、はい、ちょっと水尻さんの作品を、そうですね、水尻さんの作品ももうなんだろう、とにかく見てて気持ちいいというか、はい、本当にご自身がおっしゃられている感触っていうものをダイレクトに感じるというか、なんかこうやっぱり共通するものを感じました。最初なんかこう体がうにゅうにゅっとこう絡んでいくところとか、まあ、身体を使われているところとか、そうですね、とにかく気持ちいいなっていう映像でした。そういうなんか感覚にただ浸って、なんかこうぼーっとしてほしいみたいなところがあって、私はなんかやっぱその内面に行くよりはなんかこう浅いところでプカプカ浮いてるみたいな、そういう感覚がやっぱ好きなの でも私のその作品の黒い中にのめり込んでる感覚ってすごい似てて、なんか漂ってるっていうか、
なんか怖いけど気持ちいい場所にいるみたいな、うん、その辺はなんか似てる感じですね、うん、なんか水尻さんの映像作品はなんか夢の中にいるみたいな、その無重力な感覚があって、だけどなんか青木さんの作品も漆でこう身体が闇の中に取り込まれているように見えつつ、その先に広がる宇宙っていう広がりがあったりして、そこの部分とかも似てるのかなと思いますね、うん、で特にその水尻さんの中ではそういったふわふわした感触の中にいきなりこう痛覚も来たりとか、うん、それがなんか夢の中で現実的では全然ないはずなのに、食感だけがすごくリアルを伴っている感じがしていて、うん、そこのなんかコントラストとかも意識されてるのかなっていう気がします、うん、そうですね、やっぱりその気持ちよさ、もう痛さとか刺激もやっぱある意味気持ちよさなので、でそれをなんかこうアニメーションで表現して見てる人にその感覚として呼び起こしてもらうみたいな、そういうそこの作用を楽しむ映像になればいいなと思って、はい、なんか見ててすごい痛くなる瞬間とかあったり、うん、なんか三角形の物体とかは全然自分の身体とは全く身近ではないのに、うん、なぜかそこにもこう自分の触感っていうのが移っていっていく瞬間があるなという気がしました、うんうん、あとはなんかお二人の作品、先ほど出てきたその丸みを帯びたものとか内側からこう膨らみを持ったものとか、水尻さんの場合は視覚でこう柔らかさっていうのを表現していて、なんか青木さんの場合はその目で見た時にこうなんか流動的な動きのあるような曲線っていうのが特徴的だと思うんですが、なんかお二人ともその出てくる身体に関して、まあ、男性でも女性でも特定しない部分っていうことをおっしゃっていらっしゃるんですけれども、なんか青木さんの場合はどうしてそこの部分のさらに足とかそういったところ を作品にしているのかとか、なんかその女性とか男性とか特定しないことで触感っていうのを作品にした場合に、けれどもやっぱり水尻さんならではの触感のこう身体の捉え方とか、そういったこう性別にとらわれないけれどもその身体を取り扱うことについて、こう例えば自分自身がモデルになっていることが多かったりします。自分自身の触感とか、私はなんかその自分自身のっていうよりはなんか普遍的なというか誰もが分かるみたいな、そういうやっぱその自分を表現するっていうふうにあまり行き着かなくて、誰もが分かるもの、共有できるもので表現したいっていうのがあるので、そうですね、そのただの身体感覚として捉えたい、うん、なんか前にそのカタログでちょっと文章を書かせていただいた時に、うん、やっぱり映像ではどうしてもこう女性を想起させるものが多かったけれども、うん、なんか女性っていう言葉は使わずにこう人物っていう言葉に置き換えた時に、そのでもやっぱり水尻さんは女性作家だから、なんか自分の身体感覚っていうのが女性特有のその柔らかさとかそういったところにこう見えるのかなって前おっしゃっていて、そうですね、やっぱり自分の体は女性の体なので、うん、やっぱり表現するときに どうしても女性よりの感覚になってしまうし、まあ、柔らかいものってやっぱいいなっていうか、うん、柔らかいもの触っていたいなみたいな、こう柔らかいもの触りながらあんまりなんかこう怒りとかイライラとかしないイメージなので、なんかできればこう平穏でいたいみたいな、うん、そういう感覚、気持ちよくなりたいみたいな、はい、うん、それをなんか見てる人にもそう思っていただきたい。そうですね、まあ、さっきも言ったようにあまり男性とか女性とかっていう限定ではなく、むしろ外なんか人間っていうふうに見られたいっていうのがあって、あまり性別を特定するようなことはしてなくて、あとは、まあ、私はその水尻さんと違うなっていう部分はやっぱ自分を表現しているっていうところが一番根底にあるんで、まあそうですね、まあ、ちょっと女性っぽい足にはなっていると思うんですけど、まあ、ただ見る自分の表現だけども見る人が
自分自身にも置き換えられる、そこは普遍的っていうふうに見てほしいので、まあ、そういう捉え方で、はい、身体を使ってます。特にその足をモチーフにする、うん、そうですね。これも私水尻さんのお話と似てて、あんまり顔っていうのを出したくないなっていうのがあって、やっぱり顔ってこういろんなこう感情をこう尖って出してくるイメージがあって、まあ、私の場合は感情をも表現したいって思ってるんですけど、そこまでこうなんだろう、ゴツゴツしたというか、あのうるさい感じで伝えたくはなくて、なのでそういうところで足っていうのはすごくこうなんだろう、静かなんだけれどもちょっと感情があるっていうふうに思ってて、足の指の向きとか爪の向きとかそういうところで少しこう感情が出るんじゃないかなと思ってて、っていうふうに考えて足がちょうどいいっていうふうですね、はい、はい、すいません。お尻がこう昔のに比べてめっちゃプリンってしてるのは、ね、あれはなんかこう作っていく時のなんか気持ちよさみたいなのがあるんですかね、あの形は。まあ、単純にちょっとこう作れるようになったっていうのもあるんですけど、でもやっぱさっき話してるその抽象と具象の中間が一番難しくて、お尻を作らないとなんかこう寸胴な感じになってしまって、その作品としてバランスが変というか、あんまりそのなんかもったっとした足にはしたくないくって、プリンとした感じがなんか可愛さを出しちゃってるのかな。なるほど、それもあるかも。やっぱお尻のやっぱ丸みって柔らかさにつながると思うし、それはあるかもしれないですね。水尻さんも尻プレート最初お尻をすごい描いてたので尻に目がいっちゃって、はい、ありがとうございます。なんかそのお二人の共通するテーマもいくつかあると思っていて、でちょっとこれはもうまとめに入らさせていただくんですが、今回そのテーマとしている身体の内と外を越境して、その他者と共感、あの感覚を共感していくっていうテーマの中で、こう水尻さん自体は自分の体にこう柔らかさがあるってことを、こう物質とか他者と接触することで気づかされていて、でその触れる行為っていうのはその他者っていうのを理解することにも、なんか自分自身を知ることにもなっていくんだなと思って、それ自体もなんか青木さんのテーマとも同時にあったりする、なんか自分自身の中にこう深く入り込むことだけではなくって、なんか他者の存在があることによって見えてくる部分があるかと思います。なのでこう、まあ自分に多様な側面があるように、他人にもやっぱ目に見えない側面っていうのがあって、なんかそこをこうあるからコミュニケーションそこでやめてしまうんではなくて、続けていくことによって、まあ痛みとかそういった、あとは葛藤とかっていうのも伴っていくと思うんですけれども、それを超えた上でその希望だったり、まあ可能性とか面白さとか魅力的なところにつながっていくのかなというふうに2人の作品を見て感じさせていただきました、はい、では展覧会は5月29日まで続いてますので、ぜひいろんな人に見ていただきたいと思います、はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございます。